いや、地面師たち面白いよな。それな。もうええでしょ。え、田中も地面師たち見た？見たよ。マジで面白いよな。え、田中、どこが一番面白かった？え、どこ？もうええでしょ。全部面白いでしょ。お前本当に地面師たち見た？これ怪しいな。え、見たよ。見た見た。全部見たよ。面白いよね。もうええでしょ。さっきからお前それしか言ってないじゃん。これネットに流れてるもうええでしょのまとめ動画しか見てないんじゃない？いや、マジで本当に見たって。じゃあ、あなたが本当に地面師たちを見たかどうか確認するためにいくつか質問させていただきますね。どうぞ。まず、地面師たちが配信されてるのはどの媒体ですか？テレビのドラマでしょ？田中さん、配信されてる媒体ですよ。オリジナルのドラマとかバラエティがよく話題になるサブスクですよね。ネトフリだ。じゃあ地面師たちの主演は誰ですか？え、ピエールだけでしょ。主演のお二人かっこよかったですよね。二人？主演はそうか、豊川悦司と綾野剛だ。それではドラマの最初の10億円詐欺事件に使われた土地の場所はどこですか？え、土地の場所？田中さん落ち着いてください。あそこはいいとこですよね。駅で言うと渋谷の隣ですか？恵比寿。恵比寿だね。じゃあ地上げ屋の林を演じていたのは誰ですか？え、地上げ屋の林？そういえば田中さんスポーツお好きですよね。マキタスポーツだ。じゃあベテラン刑事のタチさんを演じてたのは誰ですか？ん？え、タチさん？そしてキティになる万引き家族、この2つの映画田中さんお好きでしたよね。リリー・フランキー。じゃあ高安寺が創建されたのはいつですか？高安寺創建？もうええでしょ。田中さんは見たって言ってるんだから。失礼でしょ。これ以上何を確認することがあんねん。すいません。誰ですか？私は、カンペ氏です。カンペ氏？あ、そうだったの？雇ったわけじゃないんだ。